続、三国史演技。五章、加護を推第四十四回。猛館は陽春を殺す。猛館は少々懐に収めて午前を退くと、早速人を使わして、相応の芝居を呼び寄せた。 芝居は少々を得ると軍勢を率いて、球場の正門にあたる小顧門に登臨する芝門に軍勢をとどめ、東安王芝用は、金鋭のウ林兵三千を球門の外に配した。猛官も金鋭の兵を率いて、球門の内でことに備える。 一切の準備を終えた後、東網に命じて、陽春に戦士を伝えさせた。それは、曹王の入庁に際して敬意すべきことがあると、速やかな三大を命じる偽証であった。この時、陽春は自らの負にあって、 二体と緩和している最中にあった。昨日の夜に夢を見て、今日もまた同じ夢を見た。驚いて目覚めてから動機が激しい。この夢が吉祥いずれであるか、まだ調べてないのだが。そういった折から、 東茂が少々報じて現れた。参大して議論に加わるようにとの証明だという。陽春は官服に改めて参大しようとするが、弟の陽陽が止めて言う。先に長兄は加護を懲戒で叱ったとおせられました。加護と近しい東茂が証明を報じてくるとは、 必ずや計略によるものでしょう。しばらく宮中に入ってはなりません。宮内で返事があれば、外からはお救いできません。万一の場合、朝廷が何に合うばかりでなく、類は我ら相続に及びましょう。訓命にで召されれば、我が整うのは待たずに向かうものだ。今、正常がお召しになってことを図らんと望まれているとあれば、 速やかに三大せねばならぬ、ね。先ほど、総王が軍勢と共に入庁したと聞きます。必ずや何か企てがあり、それは家号によるものでしょう。さらに、猛官が禁衛の兵を盗撮しておりますが、これも長兄に恨みを含んでおり、最近はしばしば旧駅に出入りしているとも引き及びます。一心疑わねばなりません。 宮中に入れば、彼らの歓声にはまることになりましょう。要塞も同じく、芝居と猛刊の動きを引き合いに出して反対した。二人の弟に反対された陽春は、身体を定められず、家領の長所を断行たちに問う。我は中心により政治を行い、対価を犯してはならぬ。 今、正常より宮中におくよう戦士を受けた者の、二帝は陰謀を疑っておる。それぞれの存念を述べよ主守の主神が口を開く。総は軍勢を率いて入庁するにあたって猛官が出迎え、ついで東安王とともに旧駅に入ったところを見るに、 加ゴとその意を受けた願者が関わっていると考えて誤りはありますまい。大夫にとって吉次ではないことは明らか。疑う余地もございません。それならばどのような策を持って処するべきか。傭春の問いに左将軍の傭幕が答える。下官が宮中に入って、東安を猛官。 その東予の李朝が到達する金鋭の兵を召し寄せ、兵権を奪って、雲龍門の警護に当たるのがよろしいでしょう。その後であれば、大夫が宮中に入られたところで、不足の変は起こりようがありません。落陽の内情に当たる宮城に北門はなく、西には北から千秋門、新古門、通門、 駅門の門東には雲竜門、南には正門にあたる商工門とその東に芝門があった。盲観は南の芝門を固めている。楊春が球場の東に住むのであれば、雲竜門から入ることになる。そのため、楊幕は雲竜門の警戒を提案したのであろう。なお、 新代の金鋭兵は、両軍将軍、左右鋭将軍が司るが、左将軍はおそらく、陽春の将軍府の左軍を率いる意味と思われる。陽幕が左鋭将軍でない限り、金鋭兵の兵権はない。その策に主心が反駁する。それは、身を休や寸じる策に反します。 具権によれば、軍勢を整えて雲龍門を外から囲み、皇太子を要した後に門を焼き払うのです。それから、求人たちに軍足の漢心の所在を問えば、宮中の者たちは恐れて首謀者を送り出すでしょう。ことを終えた後、委員、各校の孤児に習って、廃流を行えば、近くは宮中での災いを逃れて、 意は視界を震わせ、長く世を保つことができましょう。これこそ、身を休んじる策というものです。委員、各校の誇示は、皇帝の配流を言い、威格のことと寛容される。委員は、委員の東王に仕えて、かの結王を打った。その後、 東王の孫にあたる太公が後を継いだが、無道であったために放逐して、三年の後に改修した太公を再び迎えたと伝わる。各公は核巨兵の異母帝。艦の正帝の後に昭遊王の竜河を迎えたが、非行のために排して先帝を立てた。これらは、 正当な名文による配流と理解されている。原書三国史公伝では、宋義公の古事となっており、曹操かこの宋妃を指すと思われるが、一般的ではないため上等区に改めた。検索を受けたところで、決断を書く妖春は大事を決しきれない。 運流門は義の名店が作り、相応の費用がかかっておる。りに焼くことはできぬ。まして、加護の陰謀はまだ明らかではない。もしお前の策に従えば、我が造反したというものもあろう。そういうところに、自中の不義が加護の陰謀を知って駆けつけてきた。 宮中に返事が待ち構えております。騎兵を率いて雲流門に入り、同棲をかかって参りましょう。傭春は不義の言葉にも従わない。失望した不義は一山に言う。宮中での返事が心配です。久しく離れるわけには参りませんので、宮中に戻ります。言い終わると、 徴夕して立ち去った。陽春の娘の陽大后は、西宮にあり、家豪の陰謀を所管にしたため、旧外に矢文で放たせた。矢文は猛観の兵に拾われ、それを見た猛観は、 陽春に悟られたやも知れぬと考えて加護に上奏する。陽春が反撃に出ては面倒です。ことがここに至っては、速やかにことを行うよりありません。先んじれば人を制します。遅れをとって人に制せられてはなりません。加護は手ずから少々発し、 先の御事乗りに背いた罪で、陽春を捕らえるよう命じ、李朝と猛艦の軍勢を差し向ける。ことを行うには、まず賛死せよ。慌てて動いてはならぬ。神帝がそう言って考えていると、陽春の使者の断交が散大した。 事態の急を見るや、進み出て上層する。傭俊は先帝より国籍として異名をこむり、心を尽くして政治の補佐を務めております。その心にはいささかの死意もなく、その二帝も退院して歓居し、陰謀など食わらせようもございません。 陛下に置かれましては、陽春の無罪を明らかにしていただきと願います。神帝が答える前に、加護は左右に命じて断交を取り押さえ、極に繋いだ。猛艦の軍勢は陽春の邸宅に向かい、四方から取り囲んだ。陽春は恐れて邸内に籠もり、 猛観は軍師に命じて火をかけさせる。驚いた傭春は馬屋の中に身を隠したが、門が焼け落ちると兵たちが邸内になだれ込む。ついに傭春とその弟の傭陽,陽たちも合わせて捕らえられた。我は兄をいめていたが、兄は聞き入れなかった。 それで感触を捨てて歓挙しているのだ長過に問えば、我が中心は明らかであるどうして反乱を企てることなどあろうか軍師たちを前に、楊楊はそう叫んだものの、聞き入れられるはずもない。ただ、長新には、楊楊、楊祭に同情する者が多かった。この紹介が謀反があっても、 対抗ある商用は許されました。この孤事に習われるべきでしょう。そう言って、二人の除名を願う者もいたが、加護は己を恨む者を野に放つことを恐れ、ついに、陽塞も獄につないだ。これより以前、陽塞も兄の先見をたびたび収めた者の入れられず、 母方のおいの利品と共に、俯瞰、積数に解き、補正に助難を縛りを迎えて、用子の文句を長く保つ策を用親に進めるように願った。俯瞰と積数はその願いを入れて、幾度も用親に進め、自暴に従って賢者を挙げ、彼らにことを任せる以上の良策はないと言ったが、用親は従わず、この災いにかかったのである。 傭親は平成より義を重んじて施しを好んだため、多くの者が喜んでその用を成した。朝廷より身を知りていたが、久しく宗主を養って、その数は四百人を超え、すべて官政の精鋭たちであった。傭彩が官職を辞した後、彼らは軍にとどまることを願わず、 それぞれのなりわいをもって楽ように暮らしていた。朝廷より要塞を動くにつなぐ命が下ったと聞くや、彼らは方々より集まって申し出る。我らが身を捨て、て場外に救い出します。落ち着いてから身の潔白を弁じられるのがよろしいでしょう。要塞はそれを聞いて、 徘徊に相談した。李としては、宮中に入って弁じるべきであろう。その言に従って、朝廷に出頭しようと邸宅を出たところ、捕縛に向かった兵士たちに捕らえられ、楊楊と共に加護に害された。このことを聞いて、サタしないものはなかった。 その世の陽春の神道、長将、断交などの十余家はことごとく続滅され、左将軍の妖幕、勇将軍の劉余、河南銀の李貧、中書霊の昇春、遠い行為の文宿、小書霊の武母たちも皆害された。陽春の東洋の官職については、先に述べた通り、 左将軍と優将軍は、洋春の将軍府の左右の軍勢を率いる軍号と考えられる。河南銀は、洛陽周辺の行政長官。中書令は、省直の起草に関わり、最小に相当する。当位は、三国志公殿では。東位、新書では、東位公位となっており、校舎に従う。 少書例も最小に相当するが、こちらは行政に関わる。要対抗は、高級で加護をのしっていった。かつて、剪定はあえてお前を大事費にめとるおつもりはなかった。わらわが先定を解き伏せたがゆえ、お前が志を得た今日があるのじゃ。それにもかかわらず、 かえって我が相続を害するとは天理がないとでも思っているのか真の天下は半ば我が父の力より得たもの。お前の家はどのような功績により調整をもっぱらにして死闘を得て、調整を乱そうとしたのか加護と洋太公は互いに悪魔してそれぞれの家をなじり、貴賓たちは聞くに耐えず、 太光を西宮に送り返したことであった。加護はついに妖春を中殺し、妖大光を罵って高級に入ったもの、の、この一時を恨みに思うものの存在を恐れ、猛刊と東盲を召し出していった。妖大光は未だ西宮にあり、我らを深く恨んでおる。 その親族の幼長は長過の水球により、孔の尺を与えられると聞く。他実に陰謀を構えて、報復を図る恐れもあろう。早く図らねば、身の災いになりかねぬ。今や体験は、ことごとく陛下の手中にあります。巫事のりを戦して東網に命じ、太鼓を金曜城に移してしまえばよろしいでしょう。 金曜城は義の名帝が球場の西北に城類として築いた。もっぱら奇人を遊兵する際に使われた。加護は猛館に命じて少々寄草させ、東盟を西宮に使わした。飯もせぬのに何故に参ったか。 要太抗が問うも、東網は見事のりを報じている。要氏一門は攻撃をなして法に触れ、旧族を中立すべきところでありますが、正常は母子の情を思い溜まいて罪を加えるに忍びず、ただその身を仮に金洋城に移して国法を正すこととされました。我々に罪かはなく、しかも、 こが母を拝するなど許されることではないお前は速やかにここを出て行け我々は正常にお会いして申し上げねばならぬことがある東茂は太公の剣幕を恐れて引き返し、加護に復命した。要太公が神帝に越見すればどうなるか測りがたい。加護は、猛館と東茂に命じて、 社与、一両領と数十人の求人を従えて西宮に向かわせ、ついに大公を西宮から連れ出した。それを知った新帝が西宮に向かうと、すでに旧は封鎖されて、大公は門外の車与のうちにあり、新帝の車と行き合った。新帝が車を止めると、大公は大黒して帝の手を離さず、 帝もなすがままにされている。猛刊と逃亡もいかんともしがたく、加護に使者を走らせた。加護は自ら西宮に向かった。周囲の軍師を叱りつけて、太鼓を再び腰に乗せ、帝と引き離して金曜城に向かわせる。 盲観は十数人の求人を借り立てて、太鼓と共に送り出し、護送してゆく。神帝は通告しながら、宮城に引き返していった。太鼓は陽春に正常を害させようといたしました。それにもかかわらず、かの者をは,なはらしく痛まれるとはどういうことでしょう 無本は滞在、法は死罪にあたります。金異補助に置くだけでは済むはずもありません。加豪がそう言い放つと、神帝は怒りに任せて太公に酷な仕打ちをせぬかと恐れ、それより太公の処遇を口にしなくなったことであった。 第44回終了時点での皇室関係者。提出。皇帝、柴中。皇后、河南風。太皇陽子太子、柴一。失政、陽春から柴楊、栄冠、長華、河南風へ。 八王。女男王、芝寮。相王、芝居。朝王、芝林。西王、芝啓。調査王、芝外。果官王、芝行。西闘王、芝英。東海王、芝一。 その他、新王。老野王、芝英。両王、芝友。南陽王、芝茂。五王、芝安。歪南王、芝院。繁陽王、芝公。東英王、芝塔。東安王、芝洋。 深夜港、芝金余生軍王、芝市。